皆さんこんにちは、カンですよ。で、皆さん色メロ使ってますでしょうか。この子ですね、転生スタイル一番最後まで解放していたら、初めの一打球で40秒間支援ギミック設置することができるんですけど、まあそれによってですね、すべてのキャラクターが40秒間全打球ジャスト打つことができるんですよ。で、まあこの前これを利用してですね、ラインズマン、コヨミとソアロを組み合わせて凶悪な編成っていうのを組んでいったんですけど、まあクレイコートにはですね、そうやってジャストを打つと強くなるキャラっていうのをね、複数体いたりするんやけど、その中でも、まあ結構凶悪だなと思ったイサミを使っていきたいなと思います。まあ、この子はですね、ジャストかスマッシュで返球時に相手のラケット吹き飛ばすことができるんで、相手のラケットをね、無限に吹き飛ばすことができると。しかもですね、この子ね、あの SS もブレ玉やったりするんで、ラケット落としからのブレ玉 SS で得点決めた暁にはですね、得点時相手のストロークスタミナタイプの強化特殊状態解除をすることができるんで、まあこの前も動画出したと思うんですけども、まああのユッカとか、あとフェネッカに対しても得点すれば解除できるっていうのが非常に強みとなっております。まあそのイサミ単体の試合に関してはですね、そちらの動画見ていただけたらなと思うんですけど、今回は色メロと組み合わせていくと。で、今のクレイコートでめちゃめちゃ色メロ多いかなと思うんですけど、この子めっちゃ色ついてます。スタミナが緑色でノックバック向こうまでついているんで、色メロに対しても強いし、その他のキャラにも強いんじゃないかということで、今回ですね、この色メロとイサミを組み合わせて試合やっていきたいなと思います。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで一戦目やっていきたいなと思います。初手はね、もちろんながら色メロで行って陣を出してから、まあ、速攻で決めてね、もうイサミに交代していきたいなと思うんやけど、いや、MVP フランのあるオラクルでしょ。多分、ま、すぐ瞬間移動できる状態になるから、決めれるかっていうのは微妙かもしれへんけど、それまでに頑張って、いけ!あ、これいいんじゃん?はい。いや、ま、この毒はバカ強いよね。よし、こっからイサミに交代していって、この子は得意状態ならずともジャスト打てれば、ラケットが落ちるんです。こっからのもう猛攻ですよ。いいね。MVP フラン懐かしいよ。この子だって別に色メロの陣とか払んでも MVP フランには勝てるから、定番のつくから、こうやってオーバーフローにさえなればね、得意上でならずとも。さあ、誰で SS 打ってくるから、あ、アイドルアイラいいですね。さっきほんと SS 打ってもらおうかな。俺は得意状態継続したいから、これで、いや、めっちゃするやばくない?相手もラインズマンエンマぐらいしか、ですよね。でもそうやねんけど、相手はフォアで打球効果無効がつくから、普通の特殊状態解除やったら防げるんですけども、まあ、俺がね、得点すればですね、このイサミは得点すれば特殊状態解除っていう制度になっているんで、まあ、それでね、どうにかしていきたい次第ではあるんですけど、どうにかなるかな?これ点決まったらでかいねんけどな。まあ、これで打って、で、ヘリオイセンス。うわー、くそ!ラケット押したのに。いや、これ今腕取ったら決まったよな、絶対。いや、マジでこれは、すごいチャンスを逃した気がするんやけど、まあ、とりあえず、ちょ、もうちょい頑張る。はい、ラケット落としよう。ちょ、頑張っていきたい。よし、こっちでしょ、相手の。逆やった。こっちか。相手、ま、切り替えれるからどっちにせよ、みたいなところがあるけど、やべ。もうこれはもう、やけくそしかないわ。オッケー。解除できた。ただもう相手 SS 溜まってるんよな、正直な。だから、ちょ、一回月見で SS 溜めていい?てか、買ってまいそうやけどな。買ってまいそうやけど、一回ちょっと、無駄やけど。打球効果向こうでどうせ防がれるし、最低者ラケットを持ってるからあれやけど、一応ちょっと打ってみるみたいなね。いや、そっちは取られへんな。え、どうしようかな、色メロの陣なくなったぞ。なんか普通のイサミを使うことになるプラス、あと相手のノクバがちょっと強いっていう問題があるんやけど、どうしようかな。よいしょ。ほんで打球効果向こうで悠々と防がれてしまうと、あ、これは困った。これ困ったぞ。いや、どうしようかな。これ SS が、まあまあ言うてこの方が得意状態じゃなくても強いから、色メロで SS 打ってどうにかするしかないか。さあ、どうする?まあ、とりあえずこっち側打って、あ、そうか、こいつ飛炎か。なんか変わった、その軌道変わる系ってややこしいよな。ミレイユとかもそうやけどさ、新規転生来たら軌道変わったよな。だから逆にあえて、その、あれすんのもありなんよ。あの、新規転生させずに使うことによって、あ、こいつ飛炎やと思いきやまっすぐなんかい、みたいなね。あるでしょ、割と。いろいろなんか結構昔のキャラやからね。逆にもうまっすぐやったこと知らん人多いと思うわ。いや、なんかもう全然届かへんねんけど、色メロの陣に行かれへんねんけど、そんなんやめてくれ。え、相手もう SS 打てるんかな。ちょっとこれ、あれ見えたっけ相手の。あ、見えるな。打ってくんな。よし、取った。けど、ノクバが強い。ちょ、ノクバ向こうをつけようか。ラケットとかで。そっちの方が戦いやすそう。待って、これジャストかけて、オッケーオッケー、ジャストかけていったよ。よいしょ。こっから、これ決めるそう。来たんじゃん。はい、せー。で、これで解除ですと。しかも相手さっき SS 打ったばっかりやから、これは勝ったでしょう。いや、ありがとうございます。こっからの、はい、ってやって、はいはい、ラケット落ちるでしょ。で、ここ、低バウンドボレーですよ。低バウンドじゃなかったけど。いや、いいやんけ。ラインズ前までワンチャンある。めっちゃよくね。
入ってくる2戦目やっていきたいなと思います。相手の編成は神崎香織とあともう2人なんかおったみたいな感じになってるんやけど、あれノクマ聞かへんのかな、もしかして。ちょっとわからへんけど、まあとりあえずもうこの子で決まったから勇みで行こっかな。神崎香織ね、得意状態中になったらそのなんかアシストのエリアで返せばね、実質打球効果無効みたいなことになるんやけど、あそこで返すんちょっと難しいんよ。なんか左側にしかないし、かつこのスインゲエリアのね、左下のなんていう、ほんま正方形のめちゃ狭いねエリアしか持っていないんで、毎回それで返すっていうのはちょっと厳しかったりするんですよね。早めにこうやっていっぱいパチパチされたら。なのでまあそれでどうにかしていくって感じやけど、あ、ラケット、あ、そうやね、普通に打つ分には落ちるけど、そうこうなったら落ちひんから、極力俺はこっちから見て左にラケットというか球を配球して、あのラケット落とし得意状態、あ、待って、この子得意状態解除聞かへんな。でもまあラケット落としからのエッセンスで決まりますと。いや、これが強いんすよ、イサミって。 MVP フラム同じような形式で戦うことができるんやけど、ただまあこの子はあれないよね、空中無効とかないから、まあ、別に体力めっちゃ枯らされてしまうけど、まあ、ジャストかけてる頃ね、色メルの陣さえあればきっと左の方にずっといけるんじゃないか。無理かな、あ、いけそう、いけそう、あ、無理かな。あえて逆、わー、相手に逆やられた。ややこしい。俺がやろうと思ったことを相手にされたことによる逆と、あと、まあ、普通に背景を逆に打とうっていう。え、何？決まりました。ようわからん決まり方した。入ってくる3戦目やっていきたいなと思います。相手ちょっとナンバー付きやったんでね。ちょっとあの、チームダウンシングルスやけど、こっからね、解説を始めたんやけど、まあ、初手は色メロ対決と、俺はね、あの、2ポイント、合計2ポイントがノクマ無効にできるラケットを持たせてるんで、非常に有利かなと思うんやけど、相手はアスラリーダーやから、初めの10秒は打球効果無効でノクマを防いでくると。まあ、それまでに点決まったから別に関係はないんやけど、俺はノクマ無効ラケットを持ってることによって、まあ、なお逃れましたと。で、やば、君ジャストかけて、かつ打球効果無効つくんけ。めちゃめちゃ天敵や。色目の声見ればめっちゃ多いよりさ、それで勝たれへんのって致命的やな。いやー、困ったな。あの子ってテクニックタイプやんな。特殊状態解除もできへんっちゅうのがちょっときついけど、まあ、シンプルな球の速さでどうにかしていくしかないのか。まあまあまあ、エリア広いから耐えれんことはないねんけど、って感じや。いや、間に合わな。いや、マジそんな反則やろ。マジ届かへんねんけど、スライスサーブで届かへんってどういうこと？いけ！よいしょ。いや、もうなんだ、ジャストかけてんのに飛びつきスラムできひんって、そんなことある？いや、俺も逆にできるから、これ。逆にこっから、シャキンって、いいんちゃう？くっそ！ギリ届きやがって、ずるいぞ、お前。俺は取られへんのに、そっちだけ取るなんか反則やで。よいしょ。で、こっから。あ、いやいや、来ると思った。で、SSI って言ってます。言ってきました。はいはい。で、あいつ、そうか、判定弱点があるから、俺、ラケット落ちひんのか。その、打球効果無効とか、うんぬん関係なきに。あれ、なにこれ、なんの SS ウィン、なんの SS ウィン、あれ ?SS ウィンなんか、あれか。GS かなんか撃たれたんか、知らん、あんまり。気づいてないだけやな。あ、これ抜けたんちゃう、ナイス。いや、千里眼ついてんのも普通に強いんよね。ただ、あの、これね、さっきも見ていただいたら分かる通り、レシーブ絶対取れないマンになっちゃうから、そこはちょっとね、不便ですよね。よいしょ。相手、陣営出しに来ました。危な、ヒエエセス忘れてた。マジで積んだかと思った。でもこれ勝てそう。いいね。6番めっちゃ強いと。俺陣ないけど、なんか耐えました。え、なんで耐えれ、なんでこれ相手めっちゃ6番してたん、ジャスト打ったんかな、ちょっと分からへんけど。いやー、これ取りたいけど無理なんやろ。でも、灼熱ストーマルか。灼熱ストーマル走りの速さで。でも、ほんまにクソゲー。無理でしょ。なんでやで、なんで この子灼熱のキャラやんな。なんで届かへんの、え、どうやったら届く、あー、ごめん、ホルトのつもりなかったんだ。すまない。じゃ、左に行きたかったよ。左に行ってからの、こうシュッてやって。いや、これ間に合うよ。なんで相手の球あんな遅くなった今。あ、特殊状態じゃないのかな。なんか色目のちゃうわ。こういう意味で特殊状態中は早いけど、じゃなかったら、割と遅めやから追いつくよな。うわー、来たー、ナイス。いや、これマジ勝てる。マジで勝てるよ。相手体力なくなってるよ。あ、これだってさ、もう一回こういう意味できたらさ、俺さっきのあの、ピッってやつで決めれるんちゃう。あ、でもアウトしそうやから、ちょ、一回、キャラも変わったし、この子でフィってやって、ほんで、あ、やばいかも。よいしょ。いや、これマジで可能性ある。相手、始める10秒だけやからね、打球効果無効つく。その後、普通に、ラケット落ちるから、あぶねー。今の取れたマジ神。オッケー。結構オーバーフルになって。はい。もう相手、俺ジャスト打ったら勝ちよ。ジャスト打ってからの、はい、ラケット落としエッセンス。はい、勝ち。はい、皆さん、ぜひとも、イサミ使ってください。色メロも、まあ、でもこの組み合わせも結構いいねんけど、まあ、正味今みたいなライズの小指とか、打球効果無効とかも複数おったりするから、このコンビで、なんかその、蓋枠潰すっていうよりかは、イサミ単体を編成入れた方が強いかもしれない。ただ、まあ、遊び、なんていう、その、イサミ入れたら最強ってわけではないから、遊びの編成として色メロイサミっていうのも結構ありかなと思うので、まあ、よかったら使ってみてください。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。